チャオ、マシロです。1月25日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日の睡眠は100取れましたね。はい、さあ睡眠グラフはこれなんだろう。あ、ぐっすりなんだね。ラピスラズリは何が出るかまだ全然調べてないんだけどさ。あ、ちなみに寝るときはノーマル3で出ました。4体ノーマル3って、いやーきついよ。まあここら辺だったらシンポケなんか出てきてくれるわけないよね。あ、そうなんす、これ色違いじゃない。そうなんすじゃない、そうなのか。ウソッキーここにも出てくんのかい。いや、色違いじゃないか、そう見えるだけかな。緑だから緑っぽく見えるだけかな。はい、さあそうだね、うん、色違いじゃないね。別に何もいらねえ。いらないけど、ゼニガメ、ゼニガメにあげとく。はい、さあじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。いやしょぼいのしか多分みんなに見せれないな。はい、ウソッキーには間違ってもしないですよ。はい、ゼニガメちゃんですね。はい、ということで今はマスターじゃないや、スーパーじゃないや、ノーマル、ノーマル5ですね。で、お昼ご飯の方あげていこうと思います。あ、このうつボット、うつどん、どっちだ、は昨日手に入れたマダツボミを進化させましたね。はい、ということで、お昼ご飯をあげていきたいと思います。炙りテールいけるな。はい、あ、結構いけんじゃない。ハーブ、あー、ハーブが足りないか。よし、じゃあ豆を入れて、はい、じゃあこれでいきたいと思います。大成功こい、早い。お、大成功きた、ラッキーだね。22,000。はい、さあじゃあ今日出るときは、スーパー1かな。でみんなでご飯食べていく。ゼロね、このさ、ご飯あげるのって夜ご飯変わるギリギリにあげた方がいいのかな。回復しないんだよね。はい、新ポケの情報ってもう出てるよね。私あんまりまだ調べてなくてさ、ちょっと調べてみようかな。はい、ちょっと調べた感じ、ノーマル1からでも新ポケは出てくれるみたいだね。夢があるわ。みんなに新ポケを見せられるかもしれない。はい、ということでね、料理の新しいの追加されてるので、料理表と、ポケモンの厳選表の方もね、作って、またみんなにお見せしたいと思いますので、ちょっとお待ちいただければ嬉しいです。はい、ということで、本日はこんな感じになりました。今日からグッドスリープデーなので少しだけね漏れるかな、エナジーが。うん、
野心ポケ見たいね。はい、では、明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。